はい、じゃあ生徒から頼まれたこの炭化水素の生成いきますね。 1.000mol の一酸化炭素 CO を触媒を用いて十分な量の水素 H2 と反応させると、まあ、十分な量だからもうたくさんあるって考えてくださいね、 H2 ね。 0.300mol のメタン CH4、 0.150mol のエタン C2H6、0.050mol のプロパン C3H8、 0.010mol のブタン C4H10 と水 H2 を二酸化炭素 CO2 が生成したと。この各問いに答えなさい。ただし有効数字は2桁とする。じゃあちょっと残りの問題をちょっと読んでみてください。これ結構難しいですよ、九州大学だから難しいですね。はい、じゃあいきます。これはまあ問題文にCO と H2 から炭化水素、まあ、炭化水素っていうのは炭素と水素からできている。CN2H2N+2、これはもう書いてくれてると。で、H2O。だからこの横の係数ね、N とか 2N+1 とか、これは1だけども、N。なんでそうなるかはちょっと考えてますよ。木算法で。主人公はこいつなので、こいつがまあ仮に1としましょう、仮にね。1。そしたら C が N 個だから、左辺で言うと C はこいつしかないから、だからこれ係数 N つけとけばいい。そしたら C が N 個、こっちも C が N 個は OK と。で、あと左辺と右辺比べると O が N 個ないとおかしいですね。O が N 個。じゃあここに O が N 個だから、ここにも N つけると。N ね。そしたらあとは H なんだけども、H がこれで 2N 個ですね。H が 2N 個、ここに H が 2N 足す2だから、2N 足す2N 個足す 2N 足す2個だから 4N 足す2か。4N 足す2。じゃあ H は左辺ここしかないので、これが 4N 足す2にしたいんだけど、すでにこれ2があるから、4N 足す2を2で割ってください。ここじゃあ答えはここに 2N 足す1をつければ、左辺と右辺の、原子の数が一致します。これで終わり。いいかい。だからここを木算法で、まあ、いい加減にやけど、1って置いて、そこから出発ね。はい。じゃあ次、2番。これはわかるかな？炭化水素の生成によって水生じる水。はい。もともと問題文に、ここに、CH4 が、0.300mol って書いてます。できましたと。で、C2H6 が 0.150mol ね。で、C3H8 が 0.050mol できたって書いてある。で、ブタン C4H10 が、0.010mol ができたって書いてある。すべてね、この式で判断してください。じゃあ、この式で N が1の時、N が1って言ったらここ1入れてください。そしたら、ここに CH4 ができますね。CH4 が。ね。これ全部アルカンです。まあ、アルカンってわかんないか。アルカン書いてあるんやけども。じゃあ、ここが、今、問題文によると 0.300mol、生成したんですね。ここにね。0.300mol、ここにね。そしたら、係数、このモル数は、もう一回言いますよ。これはモル数は問題に書いてるんですよ。0.300mol はね。で、ついでに言うと、C2H6 も 0.150、これは問題に書いてる。C3H8 も 0.050mol、これは問題に書いてる。で、C4H10 もこれは問題に書いてる。あとは、この係数に合わせればいい。そしたら、いきますよ。N が1の時、つまり N が1ってことは1入れたら CH4 ね。そしたら CO は、その時には N が1だから、N が1だからここ1、つまり1ってことは、これと同じモルですね。これが係数1だから、じゃあ N が1の時は係数1。じゃあこのモル数とこのモル数一緒にならないといけないから、で CO はね、なくなりますよね。左辺はなくなるんだから、-3.00 って考えればいい。右辺はできる、出来上がる、生成される方ね。左辺はなくなる方。いい。じゃあ、左辺というか、CO がマイナス、左辺にあるから、-3.00mol なくなると。で、H2O は、じゃあ、今 N が1だったから、N が1、N が1だったから、じゃあ、これ係数1ですね。これとこれ係数1ですね。ということは、このモル数が生成、出来上がるということは、H2O もこのモルが出来上がると。じゃあ、以下同様に。C2H6 は 0.150mol 出来上がると書いてる。これは、この式で言うと N が2の時ですね。N が2の時。じゃあ N が2の時は CO はこれ2。2ってことは、こいつが 1mol に対してこっちに 2mol ってことだから、これの倍、つまりこれの倍、必要としてると。CO はね。ただし CO はなくなるので、マイナスつけて -3.00 と。で、H2O も実は N が2だから、これ2。だから、この係数に比べて2倍だから、これの2倍、今度、右辺にあるか、プラスね。出来上がる方だから。プラス 3.00。じ
じゃあ同じように C318 はこれ N が3だったらいいと。じゃあ N が333入れると CO はこいつの3倍ってことですね。これ係数1、これ3だからこれのモル数の3倍、つまりこれのモル数の3倍必要と。ただしこれ CO は消えてなくなるんですよ。だからマイナスね。じゃあ H2O も同じね、これ3がつくから3倍ね、こいつの3倍と。じゃあ C4H10 はこれ4入れればいいので、じゃあ CO はこれ係数が4になるからこいつの4倍ね、4倍だから4倍、ただしマイナスね。で H2O も同じように、そしたらこれ足してみてください。CO はマイナス 0.790、 H2O はプラス 0.790 と。いいね、いいでしょうか。はい、じゃあじゃあこれも1番の問題は、あ、1番いいんか、問1は終わりで、問2、生じる水か、生じる水はこれね、答え 0.79 モル、小数第2、今有効数字2桁だから 0.79 モルが回答。いいね。消費される CO はこれですよ。でも出来上がる生成される H2 はこれね。はい、で3番、実際に得られた水ってこれだ、これだったですね。でも測定したら 0.640 だったと。ということは 0.790 から 0.640 引いたら 0.150、 これがどっか行ったってことですね。これどっか行ったと。実はこれ問題文に 0.640 って書いてると。いい。でこの量は2で求めた水の物質量、2で求めたってのはこれね、実際少ないと。で化学反応式書いてあって、この時発生したと。じゃあいきますよ。これも係数だけ見てくださいね。係数だけ、係数見ると1:1:1:1ということは、水のこのモル数と、聞かれてるのは、二酸化炭素か。じゃあこのモル数とこのモル数一緒だから、このもう一回言いますよ、このモル数とこのモル数一緒なんですよ。いい。そしたら今、0.790 から、あれ、ちょっと0.790から 0.640 を引いたと。でこれが消費されてると。消費されてるってことは、発生した、二酸化炭素も同じモル数だから、答え 0.15 モルが正解ですよね。もう一回言いますよ。これで H2O は今計算上 0.150 モル消費されたと。ということはこれとこれ係数一緒だから、これが 0.150 モル消費されてるんだったら、こっちは 0.150 モル生成作られないとおかしいと。ということで答え 0.150、 答え小数第2だから小数、0.15 ねが回答です。いいですかね。はい、だから これが消えてなくなったので、これ消えてなくなったから生成されるモル数も一緒と。で最後、反応せずに、残った一酸化炭素なんぼですか。じゃあ今、水が 0.79 だったですね。で最終的に 0.640 なればいいと、水はね。ということは差し引きマイナス 0.150 か。はい、じゃあこれをこの3つを参考基準にね。でこの時 H2O、 この時の CO は何ぼか言うと、これが 0.210 と分かるから、だからこれとこれしかないから、これ初め0の状態ね。で H2O も考えない、 H2O はたくさんあるって書いてあるから、もうこれ考えなくていいと。だからこれがギリギリにある状態ぐらいに考えればいい。じゃあ今 H2O が 7.90 で最終的に 0.640 になったと。で CO はもともと問題文の1行目に 1.000 モルって書いてあると。 CO はね、で使ったのがこれ使いましたね、マイナス 0.790 で、それを引いて生き残ってるのがマイナス 0.210 残ってるって考えればいい。 CO はね、いいかい。じゃあCO が今 0.210 モルって考えて、 H2O が今 0.790 ね、いいかな。はい、はい、で H2O だから、 H2O は出来上がる方ね、 CO はなくなる方、消費される方ね。だから CO はこれな、今これなんですよ、 H2O これね。で反応させればいいので、反応させるのはこれを 0.640 にするためには、これが、0.150 にすればいいですね。いい。じゃあこれ係数一緒なので、ここマイナス 0.150、 これプラスの 0.150 と考えれば、これからこれ引いて、これこれからこれ引いて、これでこれはこれだけできたんだから、こうね。ということはこれ欲しいのは、反応せずに残ってるか、
反応せず残ってるのは一酸化炭素なんぼですか、答え 0.060、 つまり 6.0×10 のマイナス2乗モルとしてください。そこまで、はい、以上です。